機関車トーマス。トーマスとスクラフというお話。ソドー島ではどの機関車もみんな忙しく働いている。特別な仕事をする機関車もたくさんいた。パーシーは郵便貨車を引き、ゴードンは急行列車を引いて走る。トーマスは自分専用の支線で働き、そしてウィフはゴミ処理場で働いていた。ある朝、ウィフがゴミを乗せた貨車を押していると、トーマスがゴミ処理場にやってきた。おはよう、ウィフ。忙しそうだね。そうなんだ、トーマス。おしゃべりする暇もないんだよ。島を回ってゴミを積んだ貨車を集めなきゃいけない。貨車はあちこちにあるからね。お茶の時間までに全部片付けるようにって、トップハマート卿に言われてるんだ。トーマスは微笑んだ。いい知らせを伝えに来たのだ。心配ないよ。君がここへ戻ったら助っ人が来てるから。スクラフっていう名前だよ。僕がこれから港へ迎えに行くんだ。それを聞いてウィフはワクワクした。それ本当かい？僕の助っ人が来るって？その通りさ、ウィフ。君の助っ人だよ。トーマスはブレンダムの港へと向かった。ブレンダムの港ではスクラフがトーマスのことを待っていた。やあ、トーマス。スクラフは小さくて四角くてとても汚れていた。トーマスは少し心配になった。役に立つ機関車はきれいでいた方がいいと思ったのだ。トーマスはいいアイデアを思いついた。ああ、そうだ。ウィフのゴミ処理場に行く前に君へのプレゼントがあるから持ってくるよ。ここで待ってて。スクラフは戸惑った。ああ、そう、わかったよ、トーマス。トーマスはたくさんのバケツやブラシ、スポンジを集めて回った。役に立つ機関車はいつも綺麗じゃないと。ビーフだってピカピカのスクラフを見たら喜ぶはずだ。トーマスは港に戻ってきた。君への素敵なプレゼントを持ってきたよ。ザブザブ洗って水で流して君をきれいにしてあげる。スクラフはびっくりした。泡もブラシも見たことがない。どちらも恐ろしいものに思えた。スクラフは怖くて耐えられなかった。じゃあね、トーマス。スクラフは慌てて走り出し、すごい勢いでその場からいなくなってしまった。トーマスはびっくりした。どうしよう、困ったな。スクラフは現れるのが怖かったんだ。こうしちゃいられないぞ。すぐスクラフを追いかけないと。おーい。待てよ、スクラフ。でもスクラフは止まろうとしなかった。彼は側線に入っていき、姿を隠した。トーマスは停車してその側線を覗いてみた。スクラフの姿はなかった。でもその時、煙が静かに立ち上るのが見えた。スクラフは茂みの中に隠れていたのだ。スクラフ、おーい。スクラフは返事一つしない、隠れたままだった。ちょうどその時、ゴードンが威厳たっぷりに急行列車を引いて走ってきた。何をしてるんだ、トーマス。スクラフが隠れちゃったんだ。現れるのを嫌がってね。助けてくれない？スクラフに出てきてもらういい方法が何かないかな。任せとき。スクラフ、ゴードン様がやってきたぞ。俺が引いてる素晴らしい急行列車を見たくないか。ソドー島で一番立派な客車だぞ。トーマスとゴードンは待った。だがスクラフは全く動こうとしなかった。じっ
っと茂みに隠れたままだった。ああダメだ。ありがとうゴードン。スクラフは急行列車に興味がないみたいだね。まったくもう、なんてこった。ゴードンはムッとして走り出した。そこへヘンリーがやってきた。やあトーマス、何してるんだい。スクラフが隠れちゃったんだ。現れるのが嫌でね。ヘンリーは物知りでしょ。うん。スクラフに出てきてもらういい方法ってないかな。ああそれならすごくいい考えがあるよ。スクラフこんにちは。緑の機関車ヘンリーが来たよ。君も僕と一緒に特別な石炭を運ばないかい。トーマスとヘンリーは待った。だがスクラフは全く動こうとしなかった。じっと茂みに隠れたままだった。ああやっぱりダメだ。ありがとうヘンリー。スクラフは特別な石炭に興味がないみたい。残念だな。それじゃあまた今度。ヘンリーは静かに走り去った。次にパーシーが元気よく走ってきた。やあトーマス、そこで何してるの。スクラフが隠れちゃったんだ。現れるのを嫌がってね。助けてくれる。スクラフに出てきてもらういい方法って何かないかな。あるよ。こんにちはスクラフ、パーシーが来たよ。今郵便貨車を引いてる。赤くて木でできてて素敵な荷物がいっぱい積まれてるんだ。僕と一緒に運ばないかい。トーマスとパーシーは待った。だがスクラフは全く動こうとしなかった。じっと茂みに隠れたままだった。これじゃダメみたいだパーシー、どうしたらいいんだろう。わからないよトーマス。でも僕も行かなくちゃ。郵便配達をしないと。ちょうどその時、ウィフがゴミを乗せたたくさんの貨車を引きながらやってきた。彼はトーマスを見つけると微笑んだ。トーマスじゃないか。スクラフに仕事を手伝ってもらうの楽しみにしてるよ。きっとゴミの片付けを僕と一緒に楽しんでくれるさ。ウィフはまた走り出した。トーマスは慌てた。ああもうどうしよう、ウィフの大事な助っ人、僕が怖がらせちゃった。役に立つ機関車は綺麗じゃないとダメなんて思い込んだのは間違いだった。スクラフが本当にしたかったのはきっとゴミの片付けだ。突然トーマスはいいアイデアを思いついた。ああそうだ、わかったぞ。トーマスは大きな声で話しかけた。ねえスクラフ、ゴミがたくさん乗った貨車が君を待ってるんだ。案内するから行こうよ。それを聞いてスクラフが隠れていた場所から外へ出てきた。やはり彼は早くゴミの片付けをしたかったのだ。トーマスとスクラフはまず粗道整備工場でゴミを集めた。次にナップフォード駅でもゴミを集めた。そしてさらに2人は石切り場でもゴミを集めた。最後にトーマスとスクラフはウィフのゴミ処理場に到着した。すごいよ、やるじゃないか。そこへウィフがやってきた。うわすごい量だな。君がスクラフだね。はじめまして。もうこんなに役に立つ仕事をしてくれたんだね。汚れたままでもスクラフはとても嬉しかった。ここで働けて嬉しいよ。さあゴミを片付けるぞ。こうしてウィフとスクラフは一生懸命貨車を押しゴミを片付けていった。その姿を見て嬉しくなりトーマスは大きな声で笑った。トーマスとスクラフというお話でした。旅に出よう、遠いところへ、世界中を巡ろう、すごい冒険が待っている。たくさんの発見が待っている。Let's go! トーマスたちの旅は続く。